岩瀬下関防災公園は、神奈川県鎌倉市岩瀬にある公園。2015年5月24日開園。鎌倉食用河津養殖場の跡地。昭和51年より、鎌倉市が地権者から土地を借り、岩瀬下関青少年広場の名称で公園を整備、提供していたが、2011年、鎌倉市が土地を取得し、岩瀬下関防災公園として、 再整備されることとなった。本校では、鎌倉食用河津養殖場及び、岩瀬、下関青少年広場についても合わせて記載する。鎌倉食用河津養殖場は、大正9年に、渡瀬座三郎の弟子、河野宇三郎によって作られた、食用河津の養殖場である。牛ガエルは欧米への輸出品目になり、周辺農家の貴重な現金収入となり、 養殖場は栄えた。最盛期には3000坪程度の敷地面積を持っていたとも言う。しかし、1938年7月の大雨による、洪水により多くのカエルが逃亡し、養殖場の付近を流れる砂をしがを経て広まった。ただし食用ワズの養殖場は、当地以外にも存在し、それらから逃亡したワズも多く、日本にいるすべての個体が、 この養殖場を起源とするわけではない。また昭和2年には牛ガエルの餌としてアメリカザリガニが投入され、これらも同様の経緯で広まっていった。養殖場自体は太平洋戦争に先立つ欧米諸国の金融政策によって輸出が立ち行かなくなり1940年代前半には閉鎖された。昭和51年より鎌倉市が同地を 地権者より借り受け、公園として整備を行った。2001年には、鎌倉市内の市民団体、鎌倉市民同窓会が主体となり、敷地内に井戸が掘られた。井戸は、千葉県立和佐博物館などの協力を受け、和佐掘りという手法が用いられ、10ヶ月の期間を掘削費やした結果、湯水を掘り当てることに成功した。井戸から湧く水は自由に使え、 地域住民が飲料水を汲みに来る姿を見ることができる。2011年、鎌倉市が土地を取得し、岩瀬下の関防災公園として再整備されることとなった。整備にあたっては、都市再生機構と協定を結び、都市再生機構の防災公園外区整備事業として整備が進められ、2015年5月24日に開園式が行われた。平時は、 公園として使用されるが、災害時には緊急避難が行えるよう工夫がされている。公園のベンチは大座部がかまどとして使え、あずまやは天幕をかぶせることにより、非常用テントとなる。また、多数存在するマンホールは仮設トイレとして使用できるようになっている。また、かずさ掘りの井戸は非常用の水源として活用することが想定されている。 ABUR 都市機構。鎌倉市の岩瀬下関防災公園が開園。2015年7月19日閲覧。ナッショテルツグ。岩瀬下関防災公園が開園しました。2015年7月19日閲覧。岩瀬下関防災公園北、鎌倉湧水ネットワーク。湧水公園、待望のオープニエ、湧水都市への夢膨らむ。 2015年7月19日閲覧。ありがとうございます。